伊豆シャボテン動物公園は、静岡県伊東シフトの大室山の北東脇にある、サボテンと動物を中心とした、テーマパークである。伊豆シャボテンリゾート株式会社参加の連結し、会社である、株式会社伊豆シャボテン公園が運営している。1959年10月に、伊豆シャボテン公園として開園。2016年10月22日に、伊豆シャボテン動物公園に改称した。 サボテンや多肉植物を集めた温室があり、カンガルーや野鳥、カピバラなどの動物や鳥類なども飼育されている。カピバラの飼育者には温泉が惹かれていて、カピバラの入浴が見られる。半十半丁の高原流の像がシンボル。特撮作品のテレビ、映画のロケ地によく使われる場所であり、小学生の学校行事である、移動教室で訪れる旅行先などとしても有名である。 1964年以来、園内には、リスザルが放し飼いにされ、樹木の外中駆除を担っている。北西にレストランショップと宿泊施設、南西にサボテン施設、東側に駐車場とメインゲートが配置されている。大室山の北東脇にある、伊豆シャボテン動物公園のほか、少し離れた東方の海岸方面にある、以下の2地域4施設も、 伊豆シャボテン動物公園グループとして一緒に運営されている。5つの温室があり、南アメリカ館、アフリカ館、マダガスカル館、メキシコ館、森林製シャボテン館に分かれる。この園の名前の由来はサボテンである。昭和34年開業のため、サボテンをシャボテンと呼ぶ。サボテンは園内で食えせる。民間施設であるが、1970年に、 昭和天皇が訪れた。園内には、アメリカ古代文明の彫刻の強化プラスティック製の、精巧な実物大レプリカがたくさん置かれている。オルメカ文明の巨石人闘像、アステカ文明のカレンダー、太陽の石、女神コアトリクエ像、ショチカルコ宮殿の中脚、マヤ文明の雨の神着神の像、ヘビ神、ケツルコアトルの像、パレン形石の石碑、 トルテカ文明の戦士の像、ワステカ文明の立像などがある。これらはメキシコ連邦特別区から送られたものである。ピンキーちゃんなどがいる。特技は竹馬。学習発表会を行う。アニマルトレーナー堤秀夫などにより、1981年からチンパンジーのショーが行われる。人工飼育のチンパンジーの群れ復帰も行う。ゆず湯に入るカピバラ。 伊豆シャボテン公園のカピバラは露天風呂に入るが、これは園が元祖と静岡新聞が紹介する。1982年の冬に飼育員が飼育者の清掃にお湯を使った際偶然小さなお湯だまりにカピバラたちが集まって手足やお尻をつけて気持ちよさそうにしている姿を目撃して以来カピバラの幸せのために カピバラたちの入浴を毎年行う。これが冬の風物詩となった。ゆず湯なども行い、また入浴はカピバラが満足するまで行う。ソロのマスコットキャラクターはカピバラで、カピーバとカピーナという名である。ありがとうございます。